どうも、愛嬌です。今日はこちらスズキの GSX-R125 の試乗インプレッションをしたいと思います。 GSX というとスズキを代表するスーパースポーツのシリーズとなるんですけど、現在カタログにラインナップされているのはこちらの GSX-R の125と GSX-R の 1000R のみとなっています。過去には600や750という車種もラインナップされていたんですけど、 GSX-R のシリーズはスーパースポーツの中でも結構乗りやすい印象が僕は残っています。今回のこちらの GSX-R125R、 どんな走行性能なのか皆さんにお伝えしていきたいと思います。それではまずは足つきをチェックします。GSX-R125 のシート高は 785mm、 車両重量は 137kg です。僕の身長は 164cm、 体重は 62kg。 今日履いているライディング靴はパンテーラー、つま先のソール厚は 2cm となります。それでは実際にまたがってみます。もうシートがねめちゃくちゃ細いです。で、足をまっすぐ下ろしたところに障害になるようなものがないので結構足はつきやすいですね。乗車 1G でさすも少し沈んでる感じがします。つま先を両足つけようとすると結構つま先はべったりつきますね。かかとまではつかないですけど、つま先がべったりつくので安心感があります。片足はほぼお尻をずらすことなくべったりとかかとまでつけることができます。では実際押してみます。よいしょ。まあ、両足つま先がしっかりつきますし、車両重量も軽いので取り回しは結構楽ですね。それではディテールをチェックします。それでは GSX-R125 のディテールをチェックしていきたいと思います。フルカウルなんでスクリーンが標準装備ですね。下道でどれぐらいこれが効果あるのか後ほど確かめたいと思います。ヘッドライトは LED が採用されています。これはポジションになるのかな。ポジションもついてますね。結構明るそうですね。で、ウィンカーはこちらバルブですね。こちらは LED じゃなくてバルブが採用されています。足回り、フロントフォークは整列フォークが採用されています。ブレーキはディスクブレーキですね。シングルディスクに2ポットキャリパーの組み合わせです。 ABS が標準装備となります。エンジンは水冷の単気筒 125cc エンジンが採用されています。今回借りてるのはこちらのエクスターカラーとなるんですけれども、こちらのですねスズキブルーと蛍光イエローの組み合わせ、僕はこのカラーリングが一番好きです。見かけ用の場所はタンデムステップのステー部分に溶接されてます。ただ後ろ側はちょっと引っ掛けるところがないので、このナンバーのところにステーを追加したりした方が良さそうですね。タンデムシートがちょっと狭いので大きめのシートバッグをつけるのはちょっとと難しそうですね。サイレンサーは 125cc らしくコンパクトなサイレンサーが採用されているんですけど、出口はですね2個になってます。これはちょっとこの写真の特徴ですね。ブレーキはシングルディスクにシングルポットキャリパーですね。フロントに比べるとやっぱリアのディスクはかなりコンパクトですね。リア側のテールユニットは LED が採用されてます。後ろ側ももちろんウィンカーはバルブとなります。リアショックはモノショックで昭和のサスペンションが採用されてます。こちらのサスペンションは調整機構等はなさそうですね。タンデムシートが鍵で開閉できるようになってます。シート下はこんな感じで結構ぎっちりなんで、書類とちょっとした工具ぐらいしか入らなそうですね。なんかヘルメットをかけるとこどっかないかなと思ったんですけど、このシート部分にもですね、あとこのタンデムシート本体側にもですね、ちょっとヘルメットをかけるスペースはなさそうです。メインとシートはこんな感じですね。結構ねシート厚いですね。で、弾力性も結構しっかりあります。形状としては前の方はかなりしっかり絞り込まれてますね。で、前のシートに対して後ろのシート決して大きいとは言えないんですけど、ただ前に比べるとね比較的大きいですね。燃料タンクはかなりシュッと細い感じですね。容量はちょっと字幕で入れときます。で、こちらにメインキーを挿すところがあるんですけど、シャッターキーになってますね。閉じれるようになってます。
左側の集中スイッチはこんな感じです。まあシンプルな感じですね。右側はこんな感じですね。メーターはフルデジタルが採用されてます。シフトポジションインジケーターとか燃費も表示されますね。タイヤは前後17インチ、フロントが90mm、リアが 130mm の幅のタイヤを採用しています。それでは GSX-R125 の試乗をしていきたいと思います。さあ今回の GSX-R125 なんですけれども、まあバイクってやっぱ見た目がすごく大事じゃないですか。で僕はですね、このエクスターカラーがバイクのカラーリングの中では一番好きなんですよね。もともと青がすごく好きなんですけど、このスズキのブルーは色味がめちゃくちゃ綺麗ですよね。でさらにこの差し色で蛍光イエローが入ってるんですけど、このね蛍光イエローとブルーの組み合わせがとにかく好きなんですよね。だからねこのスズキのエクスターカラーの車両を見るたびにいいなって毎回思うんですよね。で今回のこちらの GSX-R の125なんですけど、フルサイズですよね。もう原付き2種とは思えない 250cc とかのね車両と比べてみても、サイズがそんなに違わないフルサイズの車両になるんですよね。まあ、そう考えるとですね、現行でこの GSX-R125 のライバルというと CB125R が該当するんじゃないかと思うんですよね。以前にですね CB125R の方も試乗した経験がありますので、もし乗ってみて違いを感じられたらそのあたりもお伝えしていきたいと思います。GSX-R125 はですね、なんと6速ミッションなんですよね。 125cc のバイクに6速いるのかいってちょっと思うところではあるんですけど、まあ、タブとかでも4速じゃないですか。なのにこのね GSX-R6 速ということで、必要って走る前はねちょっと思うんですけど、普通に40キロぐらいの制限速度の道路でですね、だいたい3速と4速を使ってる感じなんですよね。まあ、今40キロぐらいで巡航してるんですけど、この状態で4速を使ってる感じなんで、まあ、この後幹線道路に出てですね60キロとかの道路に出たら、意外とねこの6速っていうのを使うパターンも結構出てくると思うんですよね。そうするとかなり回転数も抑えられるので、燃費は期待できるんじゃないかと思いますね。制限速度が60キロの幹線道路に出てきて走っています。このくらいの速度域だとですね、4速を使って走るとかなりキビキビと走ることができます。だいたい6000回転弱ぐらいなんですけど、このぐらいの回転域はねまず音がいいめちゃくちゃ音がいいです。こうバイクらしい音がするっていうかね、なかなかパワフルな音がしますんで、結構ねテンションが上がってきますね。でこの辺からパワーががっつり乗ってくるんで、これ楽しいですよ。でもしですねこの60キロの幹線道路とかをのんびり走りたい場合はですね、これを6速まで上げるとですね5000回転以下ぐらいまで回転が落ちるんですね。そうするとかなりまったり走ることができます。まあ6速入れっぱなしでも全然ねアクセルちょっと多めに開ければ最高速はできるんですけど、ちょっとキビキビ走りたいぞ、元気に走りたいぞっていう人はですね4速ぐらいまで落としてあげるといいですね。まあ当たり前なんですけど、これ原付2種とは思えないようなですね、あの安定感がありますね。やっぱ車格としてはほぼ 250cc と同じぐらいの大きさの車格があるので、もう走ってると安定感は段違いですね。これで田舎の道とかをのんびりツーリングなんていうのは相当気持ちいいんじゃないかと思います。でちなみにまあこれと同じぐらいの車格のですね CB125R なんですけれども、あっちはね 250cc の兄弟車両がいて、ほぼねそっちと仕様が共通なんですよね。タイヤなんかも 250cc でも太いような
タイヤを履いているので、まあ、それと比べるとですね、まあ、この GSX-R125 の方に関してはちょっと安定感っていう部分ではちょっと負けてるかなっていうところはあるんですけど、ただねこれ 125cc 専用に作られてるんですよね。だからね軽快さがすごいです。すごいね、あの加速するときもそうだし旋回するときもそうだし、すごい軽快に走るんですよね。あとこの造形がすごいシャープですよね。やっぱ 250cc ベースの CB250R は全体的にこうでかいなって感じがするんですけど、この GSX-R125 に関してはすごい全体的な造形がシャープでね、これがかっこいいですね。僕の世代の人とかは NS1 とか N チビとか思い出すと思いますよ。なんか高校生ぐらいの感情がちょっと蘇ってきますね。一速の走り出しからかなり滑らかに加速はするんですけど、一発目のパワーバンドがね6000回転ぐらいからありますね。で、まあ、力が不足するっていう風には感じないんですけど、やっぱ 125cc なんでね、ごく低速低回転のところに関しては多少気を使う感じはあるっちゃありますね。まあ、これはしゃあないですよね。言っても 125cc っていう排気量的にトルクはそんなにないので、やっぱ走り出しの部分に関してはしっかりクラッチミートしてあげる必要はあるかなと思います。で結構これ乗ってね感心させられたのが、やっぱりねスリップ&アシストクラッチって軽いですよ。まあ、これ 125cc のバイクなんで全然クラッチも重いっていう感じはしないんですけど、最近のね 250cc のバイクってスリップ&アシストクラッチ入ってる車種結構あるんですよね。であの辺の車種と比べるとねクラッチの重さが同じぐらいなんですよね。やっぱスリップ&アシストクラッチっていうのはすごいですよ。なんかね 125cc のスリップ&アシストクラッチがない車両に乗って初めてあの偉大さに気がつきますね。最近結構このフルカウルの車両のインプレッションなんかも立て続けにやってるんですけど、このウィンドスクリーンの、まあ、僕の理想なんですけど、首から上は当たる、首から下の体部分はあんまり当たらないっていうのが理想だなと思ってます。まあ、例えばちょっと伏せてあげれば風が当たらなくなりますし、ちょっと起こしてあげると首から上に当たってくれると、まあ、夏場とかは涼しいですよね。だから首から上に関してはね普通の平時のポジションの時は当たるっていうのがいいなと思うんですけど、この GSX-R125 に関してはですね、だいたい胸ぐらいから風が当たる感じがありますね。だからもうちょっと個人的にはウィンドスクリーンとしては長くてもいいのかなと思いますね。ここはちょっとアフターパーツメーカーさんに頑張っていただきたいところですね。サスペンションの動きはもう 125cc クラスのスクーターとかとはもう比べ物にならないですね。125cc のスクーターとかはですね、やっぱどうしても足回りはちょっと弱めなんですよね。ちょっとサスが硬すぎる、柔らかすぎる、ダンパーがちょっと効いてないっていうのがどうしてもあるんですけど、この GSX-R125 に関してはもう必要にして十分って感じですね。まあ、この車両どうしても高速道路は走れないので、この下道を走る分にはですね、硬さ、ダンパーの効き具合ともにちょうどいい感じがしますね。ブレーキはフロントがシングルディスクに2ポットキャリパー、リアがシングルディスクにシングルポットキャリパーがついてるんですけど、フロントのディスクは結構でかいですよね。だからこれ結構実際かけてみるとカチッと効くっていうよりはですね、ちょっとかけたらかけた分だけグリグリっと効く感じのセッティングになってるので、これは下道を走る上では非常に使いやすいですね。でリアブレーキはシングルディスクなんですけど、ディスクがね結構ちっちゃいんですよ。だから制動力的にどうなのかなと思ったんですけど、車速をコントロールするにはすごい使いやすいですね。フロントのブレーキも程よいですし、リアのブレーキは逆に効きやすい感じなので、両方のブレーキのコントロールが非常にしやすいです。これはね、熟練のライダーの方でも初心者のライダーの方でも非常に使いやすいと思いますね。排気量が大きいバイクとかだとどうしてもレッドゾーンまでなかなか回せないんですけど、お、回ってる回ってるこのぐらいのバイクだとですね、制限速度内でレッドゾーンまで回せるんですよね。どうすかこの後消化かわいいちょっと僕あんまりこう速く走りたいとかサーキット走りたいとかスポーツ走行したいとかそういう欲求はあんまりない人なんですけど、
125cc ぐらいのバイクだとちょっとサーキットとか走ってみたいなっていう気になりますね。しかしこのバイクやっぱ音かっこいいな。今3速キープで60キロぐらいで巡航してるんですけど、8000回転ぐらい回ってるんですね。もうこの辺の音とかね、スーパーかっこいいですね。今走り始めてだいたい1時間ぐらいなんですけど、このバイクね、お尻があんまり痛くならないですね。原付入手のクラスだと結構ね、中長距離を走った時にすぐにお尻が痛くなっちゃうバイク結構多いんですよね。ただこの GSXR125 に関してはですね、まだまだ全然お尻が痛くならないので、長距離走るんだったらこのバイクが一番快適かもしれないですね。まあホイールとかも大きくてタイヤも大きいですし、安定感もあるので、長距離下道でツーリングする場合はですね、このバイクはめちゃくちゃいいと思います。スーパースポーツバイク GSX-R のシリーズではあるんですけど、スーパースポーツバイクって何かしらやっぱ犠牲にしてるんですよね。もうサーキットで勝つために超絶軽量化してますし、まあ、例えば軽量化のためにシートが結構薄かったりとかしてね、長時間走ってるとお尻が痛くなるとか、あとパワーを絞り出しまくってるから排熱ですごい熱いとかね、いろいろあると思うんですけど、この GSX-R125 に関しては全く何かを犠牲にしてるってことはないですね。下道を走るのにはものすごく快適なバイクだと思います。さっき気がついたんですけど、このバイクですね、高いギアで低速に入ってしまってもあんまりギクシャクしないんですよね。もうなんかギア下げるの忘れて4速とかで結構低速になってしまったんですけど、あ、やっべ、エンストするかなって思ったんですけど、意外と粘ります。かなりね、粘ってくれるのでエンストの心配があんまりないですね。これは結構扱いやすいと思いますよ。 GSX-R125 にはこれからカウルを履いたね、 GSX-S125 っていう兄弟モデルがあるんですけど、まああっちはバーハンドルなんですよね。まあ、そういったバリエーションモデルがあるからか、ハンドルの切れ角が結構大きいですね。すごくね、取り回しがしやすいんですけど、まあ、さっきも言ったようにですね、結構エンジンが低速低回転でも粘ってくれるので U ターンとかもしやすいですね。人によってバイクに求めるものは全然違うと思うんですけど、僕はね、結構燃費も大事にしてます。なのでね、まあ、僕のインプレッションの動画では必ず燃費もお伝えするようにしてるんですけど、いや今回はね、ちょっと大変申し訳ないことをしたなっていう気分なんですけど、このバイクね、回すとめちゃくちゃいい音がするんですよ。だからつい低いギアでね、ゴリゴリちょっと回しちゃったんですよね。まあそういう前置きの上でですね、ちょっと燃費はお伝えしたいんですけど、今回の試乗での燃費は 34.7 キロでした。いや正直言ってね、そんなはずないなっていう感じですね。ちょっとぶん回しすぎたかもしれないです。本来はね、もっと燃費が全然いいと思うんですよね。ちょっと今回の試乗に関しては結構ブンブンぶん回しちゃったので、ちょっと燃費が悪くなっちゃったなっていう感じになってますね。というわけで今回は GSX-R125 の試乗インプレッションをしてみました。一言で言うとこのバイク相当楽しいですね。正直 250cc から上のクラスっていうのはこうマシンのポテンシャルを 100% を引き出すなんていうのは絶対できないですけど、このぐらいのバイクだとなんとなくね、自分の思った通りに動いてくれるような気がします。で、 125cc のこういうフルサイズのバイク買うメリットあるのっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけど、まあ一つはまず保険ですよね。125cc だったらファミリーバイク特約が使えるので、まあ、ファミリーバイク特約が使える範囲内でしかバイクを検討していないっていう方とか、あと集合住宅にお住まいの方ですね。マンションとかのバイク置き場が 125cc 以下じゃなきゃダメだよっていうところってね、結構あるんですよ。でもね、やっぱりこうバイクらしいバイクに乗りたいっていう方なんかはね、こちらの GSX-R125 はぴったりなんじゃないかなと思いますね。とにかく走りが楽しくて音がいいバイクらしいバイクですね。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。あとツイッター、インスタグラムやっておりますので、よろしければフォローお願いします。今回の動画でわからない点があるという方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信させていただきます。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。